はい。はい。ブレーキレバーのここのゴムカバーを外して、このね、ネジの反対側、下側なんだけど、8ミリのナットでプラスドライバーを押さえながら外しました。今でも抜けるような感じです。で、物自体は、これ。これがブレーキレバーのカバー、ゴムカバー。これが外側、こうについてたのかな。裏側はこうね。で、8ミリのナット、下側。で、上側には、プラスのネジ。こんな感じ。この8ミリで回して、ね、プラスドライバー。まあ、あとはね、この、よいしょ。下側見ると、ちょっと太陽逆光になっちゃうけど、見えるかな。ここに頭があるんですよ。頭。これを外したいんだよね。ワイヤーとブレーキワイヤーなんで繋いでね、この隙間から外れると思うんで、これを外側持ってって、ワイヤーを外す感じですね。それじゃあやっていきます。はい。こうやってひねって、外れました。取れました。ほら、こんな感じ。で、ブレーキレバー外れましたよ。ね。で、中古のブレーキレバー。ここにちょっと台を置くよ。これはね、折れたレバー。で、中古で買ったレバー。あー、ちょっとさ、長さがさ、こう見るとさ、まあ、こっちが曲がった影響なんかわかんないけどさ、こっちの方が中古レバー長いと思わない？なんか。ね、裏はさ、こうか。一緒だね。うん、一緒だわ。ちょ、ゴリラテープで丸めてあっからちょっと短く感じるけど、ちゃんとピッ、ここにね、きちんと横にすれば一緒かもしんない。やっぱり、カブとモンキーのブレーキレバーは一緒だね。うん。ほら、その、頭付けとこも似てるし、ね、ネジんとこも似てるし、とりあえず、この中華レバー、ね、モンキーレバーの中古ブレーキレバーのやつ、取り付けてみるよ。はい。なんとか、購入した中古モンキーの、ブレーキレバー、スーパーカブに取り付けできました。結構ね、この内側の頭のワイヤー苦戦しましたけど、ちゃんと取り付けました。今からこちらのネジとナットを締めていって、最後は、ブレーキのね、フロントタイヤの遊びやったやつを元の、ね、短くして、止めたいと思います。とりあえず良かったですね、やっぱり。曲がっちゃったね。こちらのね。曲がって折れちゃった。この、レバーね。まあやっぱり交換した方が綺麗だよね。こっちも一応ね、捨てないで取っとく。万が一の場合。まあなんかね、後でね、まあね、直せるから直せるかもしれないけど、一応予備として取っとく。捨てないでね。アルミ合金だけどね。だけどこれだけでもやっぱ自分でね取り付けできたんで嬉しいです。初めてだったんでね。うん。まあ、とりあえず締めて、ね、こちらのネジとかね、でゴムパッドを締めてから、ブレーキレバー交換を、最終段階に行きたいと思います。はい。今、ね、購入した中古レバー、中華モンキー用の、ブレーキレバーを、自分の、ね、ブレーキレバー折れちゃったところを交換しました。ね、完璧になりましたね。レバーをつけて、頭のワイヤーをくっつけて、ネジを締めて、ナットを締めて、で、ゴムカバーをつけました。で、ね、あとこっちの遊び。フロントタイヤのこのね丸めて、もともとさ2センチだったよね。だから2センチにまた
戻しました。こんな感じですかね。ここをぶつけて端っこのネジ見えるかな、ちょっとぼやけてっか、片手スマホ持ってんで見える、うん、見える、うん、2センチね、うん、でとりあえず浮かして、浮かせないかな、ちょっとね俺のところ地面がね低いんだよ。タイヤ回すけね、タイヤ回す、とりあえずこんな感じ、ブレーキするよ、タイヤ回して蹴っ飛ばしてブレーキします、ほら止まる、またタイヤ回します、ブレーキします、止まる、で裏、電源オン、ニュートラルで、ちゃんとストップランプつくかどうか、ついてないね、ブレーキレバー握ります、ついたね、離します、握ります、離します、握ります、ちゃんとねつけっぱなしにならないね、 OK だね。まあね、このように、初めてね自分でね、ブレーキレバーを交換しましたね、うん、まあなんとなく初めてだったんでちょっとぎこちなかったんですけど、まあ、モンキーのブレーキレバーも合うということが分かりました。スーパーカブにもとりあえずね安く済んでよかったと思います、うん、こんな感じでね自分でね、ブレーキレバー交換ができたことは嬉しいですね、初めてね、うん、普通は頼んちゃうとねやっぱこれもね工賃とかかかったりしてね、まあ自分みたく借りない人にとってはちょっとね、あれやばいなってなるけど、まあいろいろ動画見たり知り合いさんの、ね、バイク乗ってる方にいろいろ情報を聞いたりして、初めて、ブレーキレバー交換自分でできるね、こんな感じで完成しました。まああとは試乗ですよね。まあ今日はこんな感じで、まあブレーキレバー交換、あとはねこの上にまあミラーとか、ナックガードとかまた戻したいと思うんですけど、今日はブレーキレバーの交換ということで、一応もう中華モンキーのブレーキレバー中古のやつでも、もしかしたらスーパーカブに取り付けできるのかっていう感じで取り付けできました。まあこんな感じでブレーキ交換、作業を終了したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。ぜひよかったらご登録よろしくお願いします。それじゃあまたね。